皆様、連日、猛暑の中ですね、大変お疲れ様でございまちゅ、連日の猛暑の中にまた多くのバス釣り YouTuber の方たちがですね、活躍されて、おりますので、今回はですね、夏の向きにですね、階段ボタン道路をお話しします。さてお話ですが、主人公は新三郎。ある時、新三郎は友人の誘いを受け、梅のですね、見物に出かけました。その帰り、新三郎が立ち寄ったのが旗本のお屋敷。そこでお茶をごちそうになります。お屋敷には一人娘、おつゆさんという方が住んでいました。新三郎とおつゆさんですね、はたちまち激しい恋に落ちます。やがて新三郎は友人の家から立ち去る日がやってきました。月日は過ぎ去り、おつゆが亡くなったという連絡が届きました。彼女は一向に会いに来てくれない新三郎を恨み、恋煩いで寝込んだ後に死んでしまったそうです。そしてお盆の13日の夜半、どこからか涼しげな下駄の音が響き渡ります。新三郎はこんな夜中に客人がと怪しんで、縁側に出た新三郎が目の当たりにしたのは、生前のままの美しいおつゆさんの姿でした。恋人と再会が叶った新三郎はおつゆを抱きしめ、次の晩のその次の晩も降りずにあれを重ねます。ところが新三郎のお屋敷の使用人、お手伝いさんですね、の半蔵が目撃したおつゆさんは、取り殺されようとしていると案じた半蔵は、新三郎の知人の占い師にこのことを打ち明けます。新三郎と対面した占い師は新三郎の顔を見て驚き、顔に思想が出ていると、近日中にあなたは死ぬだろうと予言しました。愛しいおつゆが恐ろしい狩猟だと理解した新三郎は、お寺の住職から授かったありがたいお札を家中に貼り付け、お経をあげます。その晩もおつゆとお月のおよねは通ってきたものの、狩猟よけのお札の効果で屋敷に上がり込めません。おつゆは使用人の半蔵の暮らす長屋に行き、お札を剥がしてくれるようにお願いします。翌日の夜、おつゆは約束通り多額の小判を包んでやってきました。大喜びした使用人の半蔵は屋敷のお札を全部剥がし、結界が消えたことで
おつゆの出入りが自由となります。この結界というのはですね、なんだかわからない方は映画陰陽師を見てください。そしておつゆに誘惑され、結局あれをしてしまいます。明け方、新三郎を裏切った罪の意識に悩んだ使用人の半蔵は、新三郎の、屋敷に様子を見に行きました。新三郎が死んでおりました。やりすぎですね。天国に行った新三郎はふと考えました。あれってデレヘル？失礼しました。デルヘルというのはですね、デルヘルというのは略語でして、デリシャス&ヘルシー、これつまりですね、しゃぶしゃぶ食べ放題のレストランのことでございます。新三郎は電卓を持ってきまして計算しました。一晩2万円かける3回あれをしたとすると、それではですね、今回は、怪談番長皿屋敷のお話でございました。ご視聴のほどありがとうございました。では失礼いたします。